はい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 。皆さんついに来ましたよ。マジック1。明日優勝するんじゃん、ほんまに。気持ちいいっすね。てな感じで始まりました。小山翔平ベースボールチャンネルです。今日も最後まで見れてください。よろしくお願いします。はい、今日はですね、先ほど終わりました、ジャイアンツ対、ドラゴンズのですね、試合解説やっていきたいなと思います。いや、気持ちいいっすね。いや、気持ちいい。粘りがちっすね。本当に、序盤どうなるかと、ことかと思いましたけども、非常にね、やっぱり井上投手も粘ってくれましたし、やはり僕は、まあ、井上投手ももちろんそうですけども、先制打を打った、岡本選手っていうのが非常にでかかったと思いますし、まあ、若手の起用であったりとかね、そういったところも含めて、非常にね、素晴らしい、勝ちだったんじゃないかなと思いますと。はい。で、まあ、本題入っていく前ですね、ちょっと告知させてください。マジで今年中にチャンネル登録数5万人。500人違うよ。5万人をね、目指しておりますんで、まだの方いらっしゃいましたらね、チャンネル登録、ポチ、よろしくお願いします。はい、じゃあですね、ちょっと本題に入っていこうと思うんですけど、まあ今日の動画の構成としてはですね、まず得点シーン振り返っていきまして、その後にスタメンの変更点見ていきまして、で、最後にですね、僕が気になったところであったりとか、ここポイントだったよみたいなところをですね、まあ配球チャートなんかもね、使いながら、見ていきたいなというふうに思います。はい、じゃあですね、まず、得点シーン振り返っていきたいと思います。僕の胸あたりですね、この辺にあたりに、ね、画像を出しながら、一緒に見ていきたいなと思います。はい、まず今日はですね、3対1というところで、まあ、ジャイアンツね、勝ちましたと。まあ、先制もしましたし、まあ、途中ね、点が取られる場面もありました。ちょっと危ない1点差に詰め寄られた場面もありましたけども、まあ、すぐにね、その後、まあ、点を取って、まあ、最後ね、しっかり、まあ、大勢投手でね、まあ、買いまたぎという形でしたけども、締めて、まあ、3対1というところで、まあ、今年のジャイアンツを象徴するようなね、非常に粘りながらの勝ちだったんじゃないかなと思ってます。で、得点シーン見ていきますと、まず6回裏ですね、ノーアウト1、3塁から岡本選手のセンター前ヒット。で、ワンアウト満塁から浅野選手の押し出しのフォアボール。これもでかかったですね。これめちゃでかかったですね。本当にでかかった、この2点目っていうのはね。はい。で、8回まで、2アウト1、3塁から石川選手にセンター前ヒット浴びて、1点取られると。で、これ2対1に、詰め寄られましたと。ただ、8回裏ですね、これ、ノーアウト3塁から、大城選手の、レフトへの犠牲フライというところで、まあ、1点、追加しまして、3対1というところで、勝利をいたしました。よいしょ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 。ナイスゲーム。ナイスゲーム。本当に。はい。で、次ね、ちょっとね、スタメンの変更で見ていきたいと思うんで、ちょっと僕の顔あたりにですね、ちょっと画像出しながら、ちょっと見ていきたいと思います。はい、まずホーム側からちょっと見ていきたいんですけど、まあ昨日の、まあベイスターズの試合からの変更点になりますと。今日はですね、いつも、ライト丸、センターオコエっていうのが あるんですけど、今日はですね、逆に、丸さんをレフトにして、今日はセンターオコエ選手にしておりますと。で、まあ、長野さんがね、昨日、まあ、レフトで出てたんですけども、今日は欠場しておりまして、で、サードの坂本さんに代わって、今日はね、中山選手がね、起用されてるんですね。うん。で、キャッチャーの岸田選手が今日は、欠場で、今日は大塩さんがキャッチャー入っておりますと。はい。で、ですね、ピッチャーは山崎、伊織投手から、井上投手というところで、井上投手は、キャリアハイかな、9勝目を目指して、今日登板するというところで、まあ、ドラゴンズ相性いいと思いますから、あそこをね、しっかりね、最小失点で切り抜けていってほしいなというふうに思っておりました。で、対するドラゴンズですけども、ちょっとね、試合の間隔空いてまして、23日の対広島戦からの変更点になります。はい、で、今日はね、あんま変更点なくて、鵜飼選手、この間7番出てたんですけども、今日は8番になっておりまして、この間出てた、辻本選手が今日は出てなくて、今日は田中選手が7番に入っております。うん、セカンドでね。で、ピッチャーはですね、松木平投手から今日は梅津投手というところで、梅津投手もね、なかなかこう、ジャイアンツ打ててないと思うので、そういったところで、まあ、試合前の予想ですね、まあ、井上投手もそこそこ抑えて、梅津投手もそこそこ抑えてっていうところ、結構我慢の試合というかね、まあ、接戦の試合に、なるんじゃないかなっていう、まあ、今のね、ジャイアンツの打線の感じもそうですし、まあ、王道の中日もあんまり打線がめちゃくちゃ強いかって言われるとそうでもないので、まあ、投手力とか、守備のところで粘りながら、どんだけこう我慢できるかっていう勝負になってくるんじゃないかなっていうふうに思っておりました。はい、じゃあですね、こっからですね、
僕が気になったところであったりとか、ここポイント出しちゃうよとか、ここ分かっといてくださいねみたいなところをですね、できるだけ分かりやすく、うん、面白くね、飽きさせないように、話していきたいと思うので、皆さん、こっから見てください。こっから見てよ、こっから見て、お願いします。ドラゴンズファンもよろしくお願いします。はい、まずですね、1回目でいきましょうか。はい、初回なんですけど、いきなりね、岡林選手のファーストゴロを岡本選手がちょっとパーンってエラーしちゃうっていうところから今日の試合スタートするんですよ。ちょっとね、成績は悪いなっていう感じはしてて、で、村松選手がバント決めて、で、ワンアウト二塁で福永選手がショートゴロ。で、その間に三塁行きますと。で、ツーアウト三塁で石川選手、まあ、いい感じに追い込んで、最後ハーフスイングかなと思ったんですけども、ギリギリ振ってなくてフォアボールになるんですね。で、ツーアウト一三塁という場面で、細川選手にもフォアボール出すんですけど、これの4球目にですね、スライダーかな、スライダー投げて、ポール際にね、めちゃくちゃ危ない、もうホームラン級のファールを打たれたんですね。で、それで、やはりね、そんな打球打たれたら、ちょっとやっぱ怖いじゃないですか。で、まあ警戒してフォアボールになっちゃうんですね。で、ツーアウト満塁というところで、宇佐美さんを、まあ空振り三振取ったんですけど、ここで、今日の審判の方、球審の方が結構低め辛いというかね、低めの球に対してあんま取ってなかったんですね、ここまではね、うん、なんですけど、この宇佐美さん空振り三振したんですけど、2球目のストレート、多分ちょっと低かったと思うんですよ。多分ちょっと僕ボールかなと思ったんですけど、それをまあ大塩さんのキャッチングもありましたけども、取ってくれたんですね、ストライクって取ってくれたんですよ。これがでかくて、バッターからしたら、あれお前これちょっと低くないって思うわけですよ。でボーンって、あ、これボールやろうと思ったらストライクって言われるわけですよ。ってなると、バッターのストライクゾーンもあって、普通のストライクゾーンありますよね。普通のストライクゾーン、一般的なストライクゾーンあって、でバッターのストライクゾーンってあって、やっぱりバッターによって打てる箇所とか変わってくるんで、バッターなりのストライクゾーンっていうのあるんですよ。で、この打席で低めのボールを取られたとしたら、そのバッターのストライクゾーンが変化するわけですね。低めのストライクゾーンがちょっと広まるわけですよ。ということは、そこを活かして、例えば井上投手であったら、スライダーを同じ軌道から、さっきストライクって言われたボールから、シュンってこう、スライダーを落としたりしてあげると、バッターっていうのは低めのストライクゾーンが広がるわけなんで、そういう誤信というか、自分の感覚とズレがあったら、あ、低め広いなって感じるんで、やっぱり低めのワンバンとか振りやすくなるんですね。っていうところをうまく利用して、最後スライダーで空振り三振取ったっていうところで、2球目のこのストレートのちょっと低めの多分ボール気味のボールをストライクって言ってくれたんで、宇佐美さんも、まあ最後スライダーを振ってしまったんじゃないかなって僕思うんですね。で、次3回もで見ていきましょうか。これ先頭岡林選手にまた出塁を許すんですよね。これライト前ヒットで。で、ノーアウト1塁で村松選手がバント失敗するんですよ。キャッチャー前に行くんですよ。で、これ大城さんがパーン取って、2塁キューン掘って、ゲッツー取るんですけど、これね、ダブルプレー取るんですけど、言うたら2-6-3のダブルプレー取るんですけど、これめちゃくちゃでかかったんですね。これめちゃくちゃナイスプレーなんですね。うん。意外とキャッチャーの前にボテッと落ちたやつって結構難しくて、うん。慌てたりとかいろいろしちゃうんですけど、そこを冷静にね、しっかり二塁投げてゲッツー取れたっていう、この大城さんの守備っていうのは素晴らしかったと思います。はい。で、3回裏ですね、これね、ジャイアンツね、ここまでノーヒットなんですね。で、ワンアウトから井上選手、ピッチャーの井上選手がライト前に打つんですけど、これがチーム初ヒットなんですよ。うん、だから、それまで誰も打ててないわけですね。で、ワンアウト一塁で丸選手がまあ3-6のゲッツーになってしまって、まあ、得点は入らない。というかね、繋がらなかったんですけども、ここで初ヒットが生まれるというところですね。ピッチャーの井上投手が打つというところですね。で、4回表ですね、これね、ピンチありました、ジャイアンツね。ここちょっと危ないなと思ったんですけど、ワンアウトから細川選手、これ、内野安打ね。まあ、門脇選手よく取ったんですけど、ちょっと送球が浮いてしまって、内野安打になるんですね。で、ワンアウト1塁で宇佐美選手に、まあ、センター前ヒット打たれて、連打食らいますと。で、ワンアウト1、2塁で、田中選手が、ライトフライ打って、まあ、ランナー進められなかった。で、ツーアウト1、2塁で、鵜飼選手だったんですけど、ここをしっかりと、低めのスライダーでね、まっすぐもギアチェーンしてね、ちょっと球が速くなりましたし、いいところに投げ込んでましたし、で、最後スライダーね、ストライクからボールになるようなボールで、まあ、三振取れたっていうところで、非常にね、今日はピンチありながら、井上投手、すごくね、ランナーを背負った場面が多かったんですけど、それはギアチェンというか、ギアチェンもそうだし、特にスライダーというところがね、ストライクからボールになるような、空振りを誘うようなボールをうまく投げてたなというところがあったんで、このね、場面も素晴らしかったなと思います。
で、ちょっと変化に気づいたところがありまして、5回表なんですけど、この回ね、井上投手が3者三振取った回があったんですよ。で、今までの1回から4回までの井上投手って、まっすぐ、まあ、たまにカーブ、で、スライダー、まあ、左バッターのインサイドにはちょっと、ツーシームみたいなボールとフォークっていうのが、まあ、ほぼ主流というか、ほぼその種類だったんですけど、この5回表から、ちなみに5回表3者三振取ったんですけど、カットボールという球種はね、結構増えてきて、30目が入ってきたぐらいから、ちょっとやっぱりバッターの目先を変えるためにも、ちょっとカットボールという球種を増やしてるっていうところがあって、非常にね、相手の打線からしたらですね、あれ、なんやこれ、カットボールなんか先投げてなかったぞ、みたいな感じになるんで、非常にね、効果的なんですよ、こういう配球というのね。大城さんも含めて、これは非常に、素晴らしかったんじゃないかなと思います。で、ここですよね、5回裏なんですけど、ここは、まあ、ジャイアンツね、勝負をかけるというイニングなんですけど、まあ、ワンアウトから、まあ、中山選手が、まあ、セカンドのエラーで、出塁しますと。で、浅野選手がセンター前ヒット打ちまして、で、ワンアウト1、2塁という場面で、門脇選手がセーフティーバントするんですね。で、これが内野安打なんですよ。これ非常にね、良かったですね。まあ、相手も、まあ、門脇はバントしてくるっていうところも、あったと思うんですけども、まあ、ワンアウトというところで、まあ、打たしてくるんちゃうかっていうところはあったと思うんですね。ただ、でね、井上投手がね、まあ、次のバッターなんで、で、0点に抑えられてるわけなんで、だからまだ、打たすやろっていうかね、井上投手も代打出さんやろっていうところがあったんで、多分打たしてくるっていうふうに思ってたわけですよね。で、そこで、門脇選手が、自分のサインなのか、それちょっとわかんないですけど、セーフティーパーンって決めて、これで内野安打なんですよ。これでかかったっすね、マジで。で、ワンアウト満塁で、これピンチいったモンテス。で、ここ、井上投手でここで降板という形になりますけども、これね、まあ非常に、この作戦というのは賢明というかね、良かったんちゃうかなと思ってて、まあ、昨日とかもそうですし、ここ最近ずっと点入ってないというのがあったんで、まあやっぱり何としても先制点を取らないといけないというかね、井上投手も粘っていい投球してましたけども、まあ勝負かけるんだったらここだというところで、まあピンチヒッターモンテスを出すんですが、ここでキャッチャーフライ打ち取られると。うん、ここはちょっと残念でしたね。まっすぐまっすぐまっすぐで、全部まっすぐでやられちゃうんですね。で、ツーアウト満塁で、丸さんもピッチャーゴロに倒れて、勝負かけるものの、ジャイアンツ点取れないっていう回ですね、ここ。で、ここでかかったなと思うのが、6回もでね、ピッチャーケラー出るんですよ。うん、ケラー出てきたんですけど、福永、石川、細川っていうところを、しっかり三者凡退、結構これ、ここ強力打線だと思うんですけど、ここをしっかり三者凡退取れたっていうのは、ケラーがね、非常に良かったと思います、ここね。で、この、しっかりケラーが抑えた後、これ6回裏ですよね、これ点、ジャイアンツが入れる回なんですけど、これね、先頭のね、オコエ選手がね、マジでこれバット折られながら、レフト線にね、ツーベース打つんですよ。これめちゃくちゃでかかったですね、この出塁っていうのはね。ほんと素晴らしいと思います。で、ノーアウト二塁で、吉川選手がこれね、またセーフティー、さっきの、門脇選手みたいな感じで、これはセーフティーじゃなくて、普通にバントの構えして、普通にやって、内野安打になってるんですよ。これだから、ドラゴンズの守備が良くないというか、もしかしたら梅津投手、ピッチャーゴロ、丸選手のピッチャーゴロの時かな、もう、下手投げで投げてたりしてたんで、ちょっと一発というか、ちょっとこう、短い距離を投げるのにが、ちょっと不安なピッチャーなのかなというふうに思ったんで、これ、結局これ、梅津投手は取ったんですけど、まあ、ファースト投げたんですけども、ファール、ちょっと送球がワンバンになってしまって、まあ、まあ、内野安打という形になったんですけど、そういうのが分かってるんだったら、キャッチャーが取りに行ってあげたりとか、サードがもっとチャージして取りに行ってあげないといけないと思うんで、そこは、ちょっとこれドラゴンズからしたらもったいないというかね、先ほど門脇選手にやられてるわけなんで、そこはね、それにまして構えてから普通にバントしてるだけなんで、ここはちょっとね、あんまり良くない守備だったんじゃないかなと思います。で、ここですよね、先制タイムリー。ノーアウト一三塁で岡本選手が先制タイムリー打ったんですけど、これめちゃくちゃ大事な場面なんで、配球チャート見ていきます。はい。まあ、2球で終わったっていうところあるんですけど、これね、まあ、一回ね、冷静にね、分析したいと思うんですけど、これ、ノーアウト一三塁っていうところで、まあ、まだ 0-0 ですよね。で、相手、中日の、守備体系は、ゲッツー狙いだったんですね。ゲッツー狙いっていうのは、ちょっと後ろに下がってるみたいな。っていう、まあ、中間よりやや後ろぐらいの、守備体系だったんですね。で、バッターはここで何をしてはいけないかっていう場面かっていうと、三振と内野フライだけはマジでやめてっていうところなんですよ。で、じゃあ逆にどういった打撃をしたらいいかって言われると、
とりあえず外野まで飛ばしてほしいんですよ。まあフライでもそうですし、まあゴロで抜けてもとりあえず外野まで飛ばしてほしいんですね。っていうことはバッターはどういうボールを狙っていかないといけないというかというと、やはりまあ難しい球とか、特にこう四隅に来るようなボールとかっていうのはもう仕方ないというか、もう捨てた方がいいんですね。逆に自分のベルトより上とかね、そういうフライが打ちやすいボールとか、強く振ってゴロになっても、内野の間を抜けるような自分のストロングポイントというかね、自分の強いところを狙っていかないといけないですね。で、岡本選手の場合に言ったら確実にベルトより上のところを狙っていかないといけないですね。で、ここで配球チャート見てほしいんですけど、1球目ね、ストレートでストライク取られるんですよ。で、これ見てもらって分かるよ通り、まあ、四隅とは言わないですけど、結構ギリギリのところ来てるんですよ。で、これで岡本選手バーンってこう見逃すんですよ。で、2球目これ打ったボールなんですけど、2球目ね、見てください。これちょっと、1球目より内に入ってきてるでしょ。内に入ってきてるし、ちょっと高めになってるでしょ。っていうところで、先ほど言ったように、やはり自分のベルトより上ぐらいで、自分が強振できるところっていうをしっかり狙ってるっていうところもありますし、これ、今回、これセンター前ヒットになってるんですけど、もし、ボールの下っ面を叩いてたとしても、間違いなくフライは上がってるようなコースなんで、ここはやっぱりしっかりね、ワンストライク取られたんですけど、頭の中しっかり整理して、自分が強振できるところとかね、ベルトより上っていうところをしっかりね、狙い逃げた、この結果がですね、センター前ヒットになったんちゃうかなって僕は思います。素晴らしいヒットだと思います。はい。でですね、ノード1、2塁、その後ですね、大塩さんがまあバント失敗してしまうと。ちょっと、もう行ってほしいなっていうところなんですけれど、ここでワンダで1、2塁で中山選手がこう初球のストレートを打ってセンター前ヒット打つんですよ。これ素晴らしかったですね。マジで素晴らしい。なんでかっていうと、バント失敗して、ちょっと雰囲気悪いんですよ。キャッチャーフライポーンってぶち上げて、アウトになるんですね。で、これワンダで1、2塁になるんですけど、例えばここで、この雰囲気に流されて、例えば中山選手が次ゲッツー打ったりとかってよくあるんですよ、野球でね。ただ、ここで中山選手が初球をしっかり振りに行って、めちゃくちゃクリーンヒットを打つわけです、センターに。いや、これっていうのは、雰囲気が一瞬ジャイアンツからこう、悪い雰囲気になった瞬間があったんですけど、それを、もう一回ね、それを吹き飛ばしてくれたような、ね、ヒットだったんですね。これだからこれめちゃくちゃでかいですよ、このヒットね。で、初球を打ってるっていうところで、この思い切りの良さっていうところもね、非常に素晴らしかったと思います。で、ワンアウト満塁になりまして、この浅野選手がね、粘りながら、最後低めのボールを見逃して、フォアボール取るわけですけど、これはね、めちゃくちゃでかいですね。さっきからでかいしか言ってないけど、本当にね、この中山、この中野、浅野っていう、このセンター前ヒットのこの押し出しのフォアボールですけど、これね、非常にね、この岩のこの試合の流れなんかを見てても非常に大きかったんで、非常にね、これをしっかり見極められたっていうのは、浅野選手もね、成長したところなんじゃないかなと思います。で、その後は、押し出しで出てからですね、橋本投手が出てきて、門脇選手が、レフト前にいい当たり打つものの、ちょっとね、まあ、レフトゴロという形でね、ホームでフォースアウトになったりとか、まあ、長野さんがね、代打出てきましたけども、まあ、ショートゴロに倒れたりとかありましたけども、ここで2点取れたっていうのは、1点だけで終わらなかったっていうのはマジででかかったですね。はい。で、7回表、船政も投手出てきて、三者凡退。で、ここ良かったですよね。で、8回表、ここですよね。ここちょっと最近のバルドナードがちょっと不安定というところを、この間も言いましたけども、まあ、2アウトから、結局これもフォアボールなんですね。で、2アウトからって言ってますけども、先頭も2番目も、やっぱり、3-1 とか 3-2 まで行ってるんですよ。だからやっぱり結構、制球に苦労してるというか、ほとんどストレートしか投げてないんですけど、それで、まあ、そんな、こう、めちゃくちゃボールってわけじゃないけど、やっぱ微妙なコントロールが狂ってるんだと思うんですね。で、ツーアウトから村松選手にフォアボール出して、で、ツーアウト1塁で福永選手にセンター前ヒット浴びて、で、ツーアウト1、3塁で、ここでもうピッチャー大勢が来るんですね。で、僕、これはもう絶対来るやろうなって、まあ、ランナー2人出たら、多分大勢出してくるやろうなっていうふうに思ってて、この間もそうですけども、やっぱちょっと不安定さがあるし、で、花からこう他のピッチャーってなってくると、やっぱバルドナードのちょっとプライドとか、まあ今までやってくれたね、こともあるんで、そういったところも尊重しながら、まあ多分ランナー2人出たら、この点差なんで、まあもう体制を投入するっていうのは決めてたと思うんで、ここで、まあ石川選手にね、ヒット打たれちゃうんですよね。うん。で、ツーアウト1、3塁、1、2塁で、まあ細川選手を空振り三振取れたっていうのは、まあ体制としてさすがだったなと思います。で、最後、これ8回裏、最後じゃないわ。
あの、8回裏、まあ、勝野投手出てきて、これ先頭の岡本選手が、これレフトに二塁だ。うん、これでかいっすね。だいぶ状態上がってきたね、本当に。で、ノーアウト二塁で、大城さんの打席の時に、2球目にワイルドピッチするんですね。これはね、ほんともったいないなと思います。キャッチャーもね、ちょっと難しいバウンドなんで、これはピッチャーがね、ちょっとこう、引っ掛けすぎやなっていうところありました。で、ランナー三塁になるじゃないですか。ランナー三塁になっちゃうと、ほんま確実に犠牲フライでも点入るし、ヒットでも点入るんで、二塁と三、この場面の二塁と三塁では全然違いますよね。意味合いが。ましてや、岡本選手なんで、ランナーがね。で、それで、大城選手が、まあ、レフトフライで、結構深いフライ打つんですよ。これも非常に良かったですよね。これがもし浅いフライだったら、岡本選手の足だったらね、あんま帰ってこれないと思うんですけど、もうフェンスの結構手前ぐらいまで飛ばしてくれて、しっかりね、これ犠牲フライ打てたっていうのは非常に良かったと思います。で、このワンアウトから坂本選手のヒットもね、ありましたし、まあ、ちょっと打ち方変えてたなっていう、足の上げ方変えてたなっていうところありましたけども、非常にね、まあ、途中から出てましたけども、坂本選手の状態も、まあ、昨日のホームランからね、上がってきてるというのもありますし、で、最後9回表ね、少しピンチ迎えましたけども、最後2アウト1、2塁で岡林選手をショートゴロに打ち取って、まあ、最後締めれたっていうところも、非常に良かったんじゃないかなっていうふうに思います。はい、てな感じでね、今日試合見ていきましたけども、やはり粘り勝ちというかね、まあ、苦しんだものが、優勝するとか、なんか、阿部監督言ってましたけども、非常に、まあ、それを象徴するようなね、試合だったなというふうに思うし、まあ、点は取られましたけども、一度もね、勝ち越しを許さなかったっていうのが、今のジャイアンツの強さというかね、良かったところかなというふうに思いましたし、まあ、バルドナードとかね、ちょっと不安定な投手もいますけども、そこをね、どうやって、これからね、まあ、修正していくかとか、っていうところも含めて、CS であったりとか、日本シリーズに向けての課題もあるかなというふうに思うので、そこをね、しっかり、なんて言うんだろう、克服しながらね、明日ね、しっかり優勝を決めてほしいなというふうに思っております。はい、そんな感じでね、最後になりますけども、チャンネル登録数5万人ね、目指してますんで、まだの方いらっしゃいましたら、チャンネル登録ポチ、高評価ボタンポチ、通知のボタンなんかもね、ポチッとしていただけると、非常に嬉しいんでね、よろしくお願いします。はい、余談になりますけども、ちょっとね、皆さんからのコメントがたくさんありましたんで、ちょっとヒゲね、剃ってみました。はい、久しぶりに剃りすぎて、ちょっとこう、この辺、カミソリ負けしてしまったんですけど、はい、まあ、それに対してのね、コメントもね、よろしくお願いします。はい、そんな感じで今日は終わってきます。いつもありがとうございます。これからどうぞよろしくお願いします。そんな感じで今日は終わってきます。じゃあ、バイバイ。